両クラブのサポーターの皆さんの声援と旗が揺れるサンガスタジアムバイ京セラです。ようやく J1 リーグにも日常が戻ってきました。アルベル監督もチョウ・ヒジェ監督もお互いのチームのスタイルは非常にアグレッシブと話していましたが、パトリック裏に出た、仕掛けるパスをするシュートだー、先制点は京都、木下がゴールを決めました。 J1 初ゴールはこのシーンですね。はい、これですね、これがもう足に行ってるんで、ボール行ってなくて足に行ってるんでファールじゃないかっていう、まあ、東京のベンチとして、アピールしているところです ね、はい、そして今度は表示もファールの可能性に変わりました。オンフィールドレビューで今のがファールという形になりましたね。そうですね、はい、いい高さのところは木下選手を使うというところは一つあると思います。パトリック前を向いたシュート、ポストに当たった、バングラがデカシーフ、長友このポジションです。変わらず南指示、得意のドリブルでいくか、1対1剥がしてクロス、シュート打てない、アダリウトンだですが、ここは川崎の対応、若原ワンタッチでロングフィード、こぼれたところ木下前を向いた、運んでシュート、サイドネット、パトリックが中に入ってきます。そのパトリックこぼれたところまだあります、井上、木下、浮かせたファーサイド、川崎だ、キャプテンが先制ゴールを奪いました。今シーズン初ゴールはキャプテン就任1年目。いやー、フリーキックの西攻撃ですけどね、はい、このセカンドボールの反応、そしてこの木下選手よく左足を上げたと思います、でもこの打点の高い川崎選手のヘディング、いやー素晴らしいですね。ですね、はい、まだあと1回、そして交代人数もいます。谷内田、こぼれた、ホイッスルが鳴っています、PKだ、というか、もうここで八千代選手も諦めずにプレッシャーいって、で白井選手来てるんですよ。そうですね、はい、ここで思わず出しちゃいましたよね、はい、下がらずにそのままボールにもう2人で奪いに行く、攻撃も守備の人数をかけるのが京都の戦い方。パトリック決めました、至高のエースに向かって一歩を踏み出したパトリック、今シーズン初ゴールを決めました。はい、しっかり決め切りましたね、強いシュートを打って、はい、ご覧のシーンです。あ、紙一重です ね、はい、今日スーパーセーブを見せたスオリンですが、さすがにこれは止めることができませんでした、はい、魂が入って、ここでホイッスルです。両チーム死力を尽くした戦いは京都サンガ FC の勝利に終わりました。